俺さ、フックとスライス紙一重、じゃんじゃん。今日こういう動画やります。はい、スライスに並んでる人意外とフックと隣り合わせ、ナイスドロー、ナイスフックと、うん、意外と紙一重な方が多いの。そうなの。いい、ほんとちょっとしたことで、うん、そのスライスがドローに変わるんです。これすごく、すごいいいよね。いい、インサイドから入れたいじゃない、皆さん入れたい、やっぱドロー打ちたいから、うん、でそれでプッシュしてるじゃないですか、うん、単純に一つだけ解決すれば、うん、ドローが打てるの。そのスライスがドローに変わる。そのおまじないが何、平井弘明のワンラップゴルフフェイスアングル。おー、いつものじゃねえか。そう最近の流行りの。そうダウンスイングでこうなってる人が、うんうんうん、要は、はい、スライスが出ちゃう。うん、そうだね、このまま、うん、はいはいはい、これをこうやってあげる、はい、閉じてあげる、うん、ちょっと2球打っていい、うん、打っていいのちょっとね、ちょっとね、うん、スライスね、うん、これインサイドアウトにフェイスをまっすぐ使う。はい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 。で次、今のインサイドアウトを閉じて使うね。うん、おー、綺麗。あれは、こうやってインサイドアウトさ、それだけでスライスがドローに変わるんです。あ、同じなんだ軌道は。軌道同じ、うん、やってあ、軌道同じでね。そう、フェースの向きだけ今いじったの。軌道は全部一緒、 0.01 ミリも狂ってないからそう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 。え、でも本当は軌道変えるんでしょ。本当は軌道変えるって今、まあ、言われてるよね。これヒレ君変えるよね。ドロー打つのとスライス打つの。うん。そう、変える。変えるよね。あ、でも変えなくても、そのアングルだけで変えられるんだ。登録の方が正しい。うんと、正しいスライスではなくて、今、平井が言ってるのは、要はミスのスライスのことを言ってますよ。はいはいはい。そう。なんで、そうか。そうなの。登録が言ってる違うスライスっていうのは、うん、左に出てちゃんと上がってくるっていうのをトール君は言ってくれてるんですよ。僕より上でしたね。違う違う。そう、そういうこと、そういうこと。そう、そういうことね。言葉足らずですいません。そう、右にプッシュアウトしちゃって、そこからスライスする。ミス、OB まがいのスライスを、要はダメじゃない。それが、もう使えないものがドローに変わりますよっていう動画を撮りたかったんです。そういうことか。じゃあミスがナイスドローになっちゃうよっていう。アングルだけなんです。この一つだけ。やば。やばでしょ。やばい。これは全クラブ、ウッドもそう。今日ね、2本しか持ってきてないんだよね。最初スライスね。うん、これも一緒。こういう感じ。ああ、はいはいはい。これが、こう閉じます。うん、そうするとドローに変わる。本当にここのアングルを変えただけなんですよ。そう、これも 0.02 ミリぐらいしか動きがずれてないんですよ。だからそれぐらいこう本当に変わるんですよ、フェースが。そう、だからどれだけダウンスイングでフェースが上向いて降りてきてるかっていう問題なんですよ。そう、だからちょっとでもこうやってさ、ちょっとでもこうやって降りてこないといけない。これはスライスしますよ、うんうんうん、こういうことですよ。はいはいはい、それだけでナイスドローに変わります。あれ、この前撮った動画と同じってことだよね。同じですよ。最近入りですよ。そうだよね。そうです。一個俺があっと気づいてやると、やっぱりレッスンでもそういうとこ見るようになってくるよね。はいはいはい、その時期、うんうんうん、そうなってくると、やっぱりできてないなっていう、うんうんうん、感想がやっぱ相当多い。で、熱が入っちゃうんで、ね、うん。でも、全部そういう感じ。全部大事なこと。うん、400本、うん。
だから、それを本当にやって。本当に。こういう。それ大事よね。めっちゃ大事。ね。めっちゃ大事なんだよ。本当前回も言ったけど、やっぱりね、こうやってやろうとすると、うん、こうやってやるんだよ。ねえねえねえ。と、うん、クラブはプレーン上にこうやって降りてきますよ。もうそれだけで当たるようになんだもんね。そうなの。本当に。で、ほんで右行かないんでしょ？右から右から。そんなもうほとんどの悩み解消するじゃん。する？やっぱりスライスの悩みが多分一番多いと思うんだよね。そうだよね。うん、だから、それをどう自分でこうなくすかだよね。本当にフェイスアングル。うん。すっごい大事だよね。あ、それさ、前もしたかもしれないんだけど、一個質問があって、そのフェイスアングルをそういう風になんていうのを被せてっていうか、できたら、インパクトゼロに戻るの。それとも、戻せるときはそうなってるの。どっちが先なの。この質問は有料級なんでね。あの、してはいけない質問なんで、ね。あ、そうか。そう、打ち合わせがないからいつもそうなっちゃうんだよね。でも、いるね。今、トール君が言ったのは、フェイスアングルが早い段階で戻せたら、うん、インパクトゼロに戻り、安いのかどうかっていうのを質問してくれたんですけど、言いますよ。ちゃんと耳の穴かっぽじってきてくださいね。早い段階で戻せたら、ここも、ここもインパクトゼロで迎えられるんですよ。要は、あ、全部インパクトゼロ。どこで当たっても、そう。ボールポジションがどこでもインパクトゼロ。はい。なるほどね。だからあれなんだ。そのインパクトゾーンが長くなるんだ。イエス。ずっと向いてるからそっちを。イエス。これは、やばいね。やばい質問です。そういうところほんとチクチク来るけど。ね。打ち合わせしないから、その、有料級との境目がなくなっちゃったから。関係なくなったんですよ。そういうこと。ここで、こうやったら、ここでも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 インパクトゼロです。ってことはやっぱりさ、そこもさ、フェースアングルめちゃくちゃ大事なんじゃ。大事。ウルトラ大事なんじゃ。大事。今年2024年、それ、今の理論に吹っかけていい？プラス、うん、そこで戻ってきました、うん。次に何が大事になるか。ライタクですよ。やばいじゃん。やばいじゃん。やばい。そこの二つが合ってました。うん。ピン壊す。当たっちゃってね。うん。弁償だから。あ、そっか。それであれか、なんていうの、雷角がずれてたら、そのずれてる分だけずれちゃうんだ、せっかく向いてるのに。だから、完璧なダウンスイングとフェイスアングルで迎えたのに。そうだよね。あとはだってさ、そこをさ、せっかくうまくできたのにさ、うん。雷角を合わせたっていいんだよね。そうだね。そいつがずれてたらね。そう。だから、雷角を合わせる。やばいじゃん。これやばいから。やばいじゃん。いやもう1月で今年の終わったよ。終わりだね。動画のね。内容。うん。もうこれだけでいいんだ。そうだね。それくらいが大事だから。そうだね。そう。プレーン上にこうやって下ろすこと、クラブ。プラス、そのインパクトゼロになったら、うん、自分のお好きなところのボールの位置で、うんうん、こう、タイミングよくパチンとクラブを前に出してあげられれば、自分の飛距離が打てる。それすっごい大事。ちょっと前に、アッパー発60代の方、誕生したと思うんだけど、はいはい、そういう風に上手い人は、やっぱりそこのフェースアングルもしっかりできてるんだよ。K さんでしょ？うん。K さんは、こうやって打つから。結構平井に似てる。だからコントロールボール。ああ、そうなんだ。でも、前の動画で言ったけど、インパクトゼロがあってからの遅らせだから、来てる。そういう段階でちゃんとできてるんだ。そう。じゃあ遅らせればいいのねって遅らせたらもう遅らせられない。遅れちゃうから。あ、遅らせてんじゃなくて、遅れちゃう。そう。遅らせることができない。そう。遅れちゃってるから。インパクトゼロがある人って、こうやって打てる。はい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 、はい。遅れちゃう人って、こうやって打てる。あ、はいはいはい。そう。それは違う。ゼロがないとプラスマイナスがないっていう。なるほどね。うん、これすっごく重要。そう、K さんは、うん、こうやって打つ。こうじゃなくて、こうやって打つ。もう、こっち向けてつける。こうやって。へぇ、できんだ、それ。こうやって打つ。
すごいね。だから300ヤード近く行く。そんな行くんだ。行く。ま、体もそうけど、でもすげえな。先々週ぐらい来ていただいたけど。うん。すごいね。やっぱ60代が溜まって。やっぱすごい。楽しくなっちゃうんでしょ、教えっす。やっぱギャラリー側になっちゃう。あ、ほんと、ほんと、すごい。球質的にはプロと変わんないし。あ、そう。うん。だプロと同じぐらいラウンド数をしたら、うん。プロと同じぐらいのスコア出んじゃないかなっていう感じだけど。うわぁ。仕事を してなかったら。うん、うんうん。それぐらいすごい。ギア好きなだけあって、その方は自分の体とかスイングに対してのギアもやっぱりこう、すごくこう、合ってる感じのものをやっぱ使ってるから、うん、やっぱそれなりに球はやっぱ良くなるよね。うん。そういうのがすごく大事。ね。でしたっけ？紙一重。そう。本当にフックとスライスって、軌道自体はあんま変わんないですよね。フェイスアングルが物を言う。だから、その、ダウンスイングのこのフェイス角やって、本当に。本当に。そうだね。変わるから。で、これをやって、左行くことはないんだけど、左行く人いる。うん、左行く人は、ここで、こうなるのを、体が待ってるから、うん、こうやって打ってる。ああ。だから左行くんだよ。それは、クラブと、ヘッドを動かすのはここじゃない、うんうん、そう。だから、ここと、ここが同調して、ここになってくる。もう、鬼金です。やばい。今日の越谷から来た、俺が大好きな人、もう、それで味しめて帰ってくる。嘘、鬼辛だった。鬼辛だった。やっぱりね、真剣にやってるから、皆さん、いい球連発すると笑っちゃうんだよ、楽しくてね。そう、その方もすっごい笑ってた。それぐらいこう、もちろん同調することと、回転をしっかりすることと、それに対してクラブがきっちりこう、合わさって戻ってくることっていうのは、すごく大事なので。まあ、これも段階があるんで。一気にできるものじゃないんで、まあ、地道に時間をかけてやっていただければと思います。はい。で、今回はですね、フックとスライス紙一重だよっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ドローも夢じゃない。最後までご視聴ありがとうございます。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。